二の腕がなかなか細くならない、バストアップしたい、そういった方におすすめな内容になってます。今回の動画を最後まで見ることで、今まで二の腕を細くしようとしたりバストアップしようとしてもなかなか変わらない、そういった方がやらなければいけなかったエクササイズというのが分かってきます。たったの30秒間です。一緒に頑張っていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、二の腕痩せ、バストアップ、この2つが簡単にできる、たった30秒のエクササイズを3種目紹介していきます。できれば3つやった方がいいです。やり方を必ず聞いてください。この解説を飛ばしてしまうと、大損します。まず、二の腕とバストアップ、これ実は同じエクササイズなんです。一般的に考えると、バストアップしたい、胸を鍛える、二の腕を細くしたい、二の腕を鍛える。そういった意味で腕立て伏せとかやってませんか？基本的にお腹というのはお腹を鍛えることによってお腹をへこませる力がつきます。ですが、二の腕というのは体重によっては二の腕が太くなったりします。仕事で二の腕を使っている場合、さらに細くしたいと思って二の腕の筋トレをしてしまうと、さらに太くなる、細くならない。そういった原因がたくさんあります。鍛えると変わるというのは筋肉の質や筋肉の長さ、体重、回数、そのようなことで変わってきます。そしたら、ほとんどの方が変わるために当てはまること。それは、負荷を軽く、鍛えずに伸ばす。これが大切です。それを今回3つ、うつ伏せになったままで全部できますので、一緒にスマホを見ながら真似をしてもらえたらと思います。それでは紹介していきます。まず、プッシュアップ。腕立て伏せですよね。これをやってる場合、もちろん胸と二の腕鍛えられるんですけども、サイズが上がってくる場合が多いです。じゃあ胸を鍛えることによって胸がバストアップされるんじゃないのかと思うかもしれませんが、胸を鍛えると重たくなりますから垂れてしまいます。逆です。背中を使う、そして姿勢を改善することによって胸の位置が上がります。胸自体には持ち上げる機能はありませんから、鍛えて胸が上がるわけではありません。胸を張った状態、背筋が伸びるエクササイズというのをすることで胸の位置が上がるわけです。そこで今回は背中と二の腕を同時に使っていきます。そしてうつ伏せになってやりますから、二の腕の負荷が軽いです。体重が乗ってません。これで二の腕とバストアップができます。うつ伏せになってスマホは顔の下に置いてください。まずは寝た状態で手を持ち上げて、手を遠くに持っていくイメージで手をバイバイします。手はできるだけ高い方がいいです。高く引っ張りながら手をバイバイします。これでまず二の腕を伸ばしながら動かします。30秒間いきましょう。いきます。手を遠くに持っていくイメージで手を振ります。二の腕使ってる感じがありますでしょうか？二の腕がだんだんだるくなってくる、または熱くなっていると正解です。しっかり遠くまで持っていきましょう。結構手がだるいと思いますが頑張ってください。あともう少しです。しっかり手を振っていきます。はい、 OK です。今度は上体をしっかり起こして手のひらを下に向けて指で少しね遠くまで行きます。この状態で肩甲骨をしっかり寄せて胸を張って30秒キープです。辛い方は途中で降りてもいいです。30秒間続けてください。いきます。これでキープです。しっかり肩甲骨を肩を後ろに持っていく感じでキープです。呼吸はリラックスです。しっかりこれでね胸のストレッチ、そして肩甲骨を寄せる姿勢というのが身につきます。そして腰を反ってますので猫背の改善になっていい姿勢でバストアップします。 OK です。ラストは手を前に伸ばして手を遠くに持っていきます。この時に体が開かないようにできるだけ肩はまっすぐのラインで手を遠くに持ってって戻す、遠くに持ってって戻すという感じを30秒です。ちょっと肩がゴリゴリになるかもしれません。そして少し肩がだるくなって痛くなるかもしれません。休みながらでもいいです。できるだけ手を大きく遠くに持っていってください。これを左右やっていきます。ペースは同じようにやってください。早すぎても遅すぎてもダメです。同じようなペースで30秒ラストです。いきます。できるだけ体が開かないようにまっすぐのまま遠くに手を伸ばします。スマートフォンを見ながらやってください。呼吸はリラックス。あと少し、あと3秒。はい、 OK です。お疲れ様でした。二の腕痩せ、バストアップ、それは今回の3種目で十分です。プッシュアップとかやってしまうと、例えば3回しかできない人が5回とか10回できるようになってくると、必ずサイズがね上がってます。もちろん体重が40キロとかね、軽い方、そして身長が165センチとか170センチ、そうやって背が高い方はね、筋肉が長いので太くなりにくいです。ですので基本的に高身長の方は負荷が結構あっても横に広がりにくいですが、160センチ以下の方とかはやっぱり体重によっては負荷がありすぎると太くなってしまうので、今回みたいな負荷の軽い、そして適度に筋肉を使う、姿勢を改善する、こういったねエクササイズがポイントです。そして姿勢が改善されてくると胸を張った状態になってくるので、胸を張った状態になるといつも二の腕はね後ろに行って常にね使える環境ができてきます。ですので今回みたいなやり方がとってもおすすめです。勉強になった方、やってみた方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いします。各種 SNS も行ってますので、動画のシェア、共有というのをよろしくお願いいたします。二の腕が細くならない方にぜひ今回の動画を紹介してあげてください。ご視聴ありがとうございました。